カーボベルデの歴史では、カーボベルデ共和国の歴史についてもべる。1598年のカーボベルデ諸島と西アフリカの地図。1746年のカーボベルデ諸島の地図。15世紀まで無人島だったカーボベルデ諸島にて人間の歴史が始まるのは1460年のポルトガル人の入植以降である。カーボベルデの発見者とその時期については、 諸説があり、1455年のジェノバ商人、アントニオ・ダノーリとポルトガル人公会社、ディオモ・アフォンソによル到達が最初の発見だとする説、1456年のベネツヤ人カダモストによる到達が最初の発見だとする説など諸説が存在する。シダーデ・ベイリアのノッサセニオーラド・ロザリオ教会。1462年に植民地化が開始されると、当初ポルトガル人は、 マデーラ諸島やアソーレス諸島で行ったように、西アフリカからカーボベルデに奴隷を輸入して砂糖を生産しようとしたが、この試みは、サフヘルの延長にある雨の降らないカーボベルデの厳しい気候や土壌の不毛さによって失敗した。しかし、サンティアゴ島のリベーラグランデは、新大陸の発見後、インドやブラジル、西インド諸島、アフリカとイベリア半島を結ぶポルトガル線の気候地と、 なることに成功し、この役割のため、カーボベールでは植民地として存続することに成功した。しかし、この役割は海賊を引き寄せるのにも十分魅力的なものであり、1542年のフランス海賊の襲撃を講師に、1578年と1585年にはイングランドの海賊フランシス・ドレークによる襲撃が行われるなど、16世紀半ば、 以降海賊の調量が続いた。カーボベルデ防衛のために、ポルトガル王は要塞を建設し、1587年には、リベーラグランデに総督を設置した。しかし、総督府は1652年にプライアに移動し、以降リベーラグランデは衰退した。16世紀から17世紀にかけて、カーボベルデは、アフリカとアメリカ大陸を結ぶ。 奴隷貿易の中継地として栄え、島内では、ポルトガル人入植者の男性と、黒人奴隷の女性の間で根結が進み、今日まで続くクレオール的な社会が形成された。17世紀末から18世紀にかけて、カーボベルデの経済は停滞していたが、1757年に、カーボベルデと西アフリカ大陸部のポルトガル領ギニアが、グランパラマラ会社に委ねられると、 経済的な活性化が進み、無人島だったサントアンタン島、サンビセンテ島、サンニコラウ島、サル島への入植が進んだ。18世紀の間には、1712年と1798年に、フランス海賊による襲撃があった。19世紀に入ると、干ばつと飢饉が周期的に繰り返される、カーボベルデから、島外への移民が進んだ。 カーボベルデ人は19世紀前半からアメリカ合衆国のマサチューセッツ州やロードアイランド州をはじめとするニューイングランド地方に移住を進め、現在もアメリカ合衆国は世界最大のカーボベルデ人のディアスポーラの地となっている。1880年代にポルトガルの海運業が発達するとカーボベルデのミンデロはヨーロッパと南アメリカを中継する船舶の新たな石炭。 補給港として栄えた。ギニアビサウとカーボベルデの独立指導者アミルカル、カブラルを描いた切手。20世紀に入ると、ポルトガルはアンゴラ、ギニア、モザンビーク、ティモールの各植民地で、住民をポルトガルごと、ポルトガル文化を身につけた、同化民とそれ以外の、原住民に分け、前者には、ポルトガル市民と同等の権利を認め、後者には重労働を強制したが、カーボベルデと、 インド、マカオの住民には、この、ドーカのカテゴリーは設けられず、実質的に、ポルトガル市民と同等であった。宗主国のポルトガルでは1933年に、保守的、反自由主義的なエスタドノボ体制を構築した、アントニオ・サラザール首相が、第二次世界大戦後も、政権を握り続け、1951年に、サラザールは、植民地の故障を、 海外州と呼びかえて、国際連合の脱植民地化決議を無視し、海外州の独立を認めない方針を強固に、打ち出していた。カーボベルデ出身のアフリカ人ナショナリストアミルカル、カブラルは1956年に独立を目指して、ギニアカーボベルデ独立アフリカ党を結成し、1958年のビサウにおける公安ストライキに対する、 ポルトガル当局の虐殺以後は武装闘争路線を採用し、1963年にポルトガル領ギニアで独立戦争を開始した。PAIGC は着々と解放区を拡大し、1968年11月にはポルトガル現地軍司令官のアントニオデスピノラ将軍がマルセロカエターの首相に軍事的勝利は不可能だとして和平を進言するほどであった。 1973年1月20日に、アミルカルカブラルは暗殺されたが、アミルカルカブラルの弟のルイスカブラルが、当主にアリスティデスペレーラが初期長に就任した PAIGC は、ポルトガル軍に対して猛攻撃を仕掛け、1973年10月24日に、PAIGC は、マディナドボエで、ギニアビサウの独立を宣言し、国際連合も、 同年11月2日の総会で賛成多数でギニアビサウの独立を承認した。その後、ギニアビサウで勤務したポルトガル軍の軍人が主体となって形成された国軍運動が1974年4月25日に起こしたカーネーション革命によってエスタドノボ体制が崩壊すると新たに誕生したポルトガルの左派政権は植民地戦争を終結させ、 1975年中に各植民地で独立戦争を戦ってきた組織に独立後の国家建設を託した。1975年の独立時から1992年までカーボベルデの国旗。1992年以降のカーボベルデの国旗。独立を目前にした1975年6月30日の 選挙でギニアカーボベルデ独立アフリカ党は84%の得票を獲得し7月5日に初代大統領アリスティデスペレーラの下ですでに独立していたギニアビサウに続いてカーボベルデも独立を達成した当初 PAIGC はカーボベルデとギニアビサウの国家統一を目指していたがギニアビサウでのカーボベルデ出身者と 本土出身者の間の対立が激しくなり、1980年11月に、カーボベルデ系のルイス・カブラル政権が、ジョアン・ベルナルド・ビエーラのクーデターによって崩壊すると、以降両国を統合しようとする動きは弱まり、翌1981年1月に PA、PAIGC カーボベルデ支部は、カーボベルデ独立アフリカ等に改変した。アミルカル・カブラルの時代から思想的に、 マルクス主義の影響を受けていた PAIGC、ペイクフは国内に一等制を敷いたものの、マルクスレーニン主義やソビエト連邦からは距離を取り、アパルトヘイト時代の南アフリカ共和国を含む各国と実技を優先した協調を軸にした政策を取った。1990年にペイクフの一等性が廃止されると、翌1991年の議会選挙では民主運動が対象し、 大統領選挙でも MPD のアントニオ・マスカレニアス・モンテーロが勝利した。MPD 政権はアフリカを重視していたペイクフとは異なってヨーロッパを重視する路線を打ち出し、1992年には国旗もそれまでの半アフリカ色のものから青を主体としたものへ変更された。モンテーロは1996年に再選されたが、2001年の議会選挙、 大統領選挙では共に、ペイクフが勝利し、ペドロ・ピレスが大統領に就任した。ピレスは2006年も再選された。2007年にカーボベールでは、後発開発途上国を脱した。ありがとうございます。